台風7号はあさって午後、県内に最接近する見通しです。東海道新幹線ではあさって計画運休が実施されます。15日の12時から18時、昼過ぎから夕方ぐらいに静岡県に最も接近すると。静岡地方気象台は午後、台風7号に関する説明会を開き、県内への影響を説明しました。台風7号はゆっくりとしたスピードで南の海上を発達しながら北西に進んでいます。県内には15日火曜日の昼過ぎから夕方に最も接近する見込みです。県内は台風の進路の東側に当たるため、明日から大雨、暴風、高波が長時間続く恐れがあります。 JR 東海はあさって東海道新幹線で始発から最終列車にかけて名古屋から新大阪間の運転を取りやめると発表しました。東京から名古屋間は大幅に本数を減らして運転するということです。